では、問題のタイプごとに指導方法を検討していきましょう。まず文字語彙の指導法ですね。文字語彙の出題の、形式ごとの狙いとありますが、先ほどこの漢字読みとか表記とか文字、文脈規定とか言い換え類義とか用法とかありましたけれども、それぞれの問題も狙いがちゃんとですね、決められています。これもホームページで日本語能力試験の公式ページに掲載してますので、まあ、ご覧、いただいた方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、漢字の読みはですね、漢字で書かれた語の読み方を問うということですね。で、表記はひらがなで書かれた語が漢字、カタカナでどのように書かれるかというのをまあ問う。で、文脈規定というのは文脈によって、意味的に規定される語が何であるかをということですね。まあ、この1番、2番が言ってみれば漢字の問題となりまして、3番以降が言ってみれば語彙の問題になります。で、4番の言い換え類義というのは、出題される語や表現と意味的に近い語や表現を取るということで、これも簡単に言えば類義表現、類義語のですね、知識を問うと。5番、用法というのは出題語が文の中でどのように使われるのかを問うということで、これはその文の中で使われ方が適当かどうかっていう、その、まあ、語の用法をですね、まさに使い方を問うんですが、実はよくよく見てみますと、これも類義語、との識別を問うような問題になっているんですね。はい。ね。となりますと。では、漢字の読みいきましょうと。漢字の読みでは以下のような問題が出題されるということで、例えば、今日はみんなで食堂でご飯を食べましたということで、まあ、答えは当然食堂になるわけですけども、選択肢を読みますと、1番が食堂、2番が食堂、3番食堂、4番食堂というような、まあ、こういう選択肢なんですね。で、これ、見ていただくと分かりますかね。あの2つの構成、あの2つの要素からできているの分かりますでしょうか。つまりこの食べるっていう字を、食と読ませるのか、宿と読ませるのか、まあ、読むのかっていうのが1つ。もう1つ、この後ろの道を道と読むのか、どと読むのかっていうことですね。はい。で、こういうあの選択肢の構成のことをですね、2x2 っていうんですよ。つまり前、2要素、後ろ2要素。それで組み合わせで4つの選択肢を作っているというですね。で、日本語能力試験のこの選択肢の作り方っていうのも、大体ルールが決まってて、こういう 2x2 か、あるいは 1x4 なんですね。1x4 って何かというと、4つ全部バラバラという。うん、全然バラバラ。で、2x2 ってのは2つの要素の組み合わせで作っているという、うん。そういうふうな形で出題されることが多いんです。で、出題として、まあ問題として多いのは、まあ、漢語、二字熟語が問われるとか、動詞とか形容詞が問われるというのがまあ多いですね。で、あの出題のポイントですね。で、2番目ですが、あの特殊拍、声音とか濁音、半濁音、から陽音といった音声学上習得が困難なものですね。もう今のこの問題なんかもその典型なんですけども、これ全部実は音声とのですね、つながりで出題してるんですね。はい。そういったものが出題されることがあります。多いですと。で、漢語の読みを問う 2x2 のもう典型的な問題です。はい。こういう問題です。だから、もし皆さんがですね、日頃、N4 レベルの学習者に、まあ、指導なさる場合に、こういった二字熟語が出てきたときにですね、その二字熟語の読みの中に、まあ、特殊拍とか声音濁音とか半濁音とか陽音とか入ってればですね、しっかり読む練習をさせる。あるいは、書く練習を、表記の練習をさせると。いうことがすごく大事になってきます。3番目、同じような意味グループの他の語との違いを、で、まあ、出題するようなパターンもあります。例えば、正解が赤いなんですけど、それを読み方ですね、黒いとか青いとか白いとかっていう、そういう選択肢にを用意しておいて、まあ、そっちにこう惑わせるという、そういう問題ですね。で、こういった、まあ、これ、用言が多いんですけども、N4 の場合は、その用言の読みを問う、まあ、1x4 の典型的な出題パターンがこれになります。だから、もちろん例外は多少あるんですけども、音声上の問題、その音声からの出題になると大体 2x2。で、本当に語彙のバリエーションというところから言うと 1x4 の、問題というのが結構あるということですね。あと次はですね、まあ、音読みと訓読みの違いを問うような問題。例えば、こういう答えはこれで、問題はこれで、これを毎日と読ませてしまうような問題ですね。本来は毎日ですね。それから5番目、送り仮名が同じものとの違い。例えば、この切ってっていうのが、この小さい通手ですよね。で、これを、例えば、いってとか、とってとか、
待ってとかっていうのを選択肢にして、はい、どれですかっていうような問題ですね。はい、で特に N4 レベルの場合は、それが手形などの動詞の活用形でこういった問題を出すことが結構多いです。やっぱりその初級の一つのですね、山場といいますか、指導 の重要なポイントなので、まあ、そういうのをですね、こう問われるわけですね。でこれも、用言の予備用という、まあ、1/4 の典型的な問題になりますということになります。はい。じゃあ、どのように指導すればいいのでしょうか。指導のポイントですね。まず、2のように、まあ、音声由来の問題は、選択肢の違いを十分踏まえながら、必ず、発音練習をさせて定着を図ってください。で、もうこれ問題見てみるとわかると思いますが、このタイプの問題というのは、扱われる音声のタイプも本当に絞られてきます。もう先ほど申し上げました、特殊拍、正音濁音、半濁音、陽音、もうこれがほぼほぼになってきます。ですね。はい、それだけ学習者にとっては非常に難しい、音声になるわけですね。で、なので、まあ、まずは発音練習をさせて定着を図る。で、それで、それと、ちゃんと文字とのですね、紐付けをきっちりさせるということは大事です。ただし、ね、発音練習だけでは音の違いを十分認識できないという学習者もいるんですよ。例えば、皆さん私のポッドキャストを聞いたことがありますでしょうか。あれで私のそのアシスタントをしている学生が、台湾の学生で張さんって言うんですけども、日本語能力試験 N1 で、ね、もう満点で合格した学生なんですよね。で、その学生に、もうですね、もうあなただったら、その声音と濁音の区別ぐらいはもう簡単につくでしょうって言ったらですね、いや、今でもちょっと、やばいですとか言うんですよね。お願いだから女子大生がやばいって言わないでと思うんですけど。でも、じゃあどうするのって聞いたら、いやもうね、もうその、この単語は点々があるとか、この単語は点々がないとかっていうふうにもう覚えてると。なんとか、なかなか音で認識できないものはもう覚えてるんですっていうふうに言ってましたね。だから、もう、ある程度そういう、なんていうかな、壁っていうのはあるっていうふうに思っていただいた方がいいと思います。その場合は、ですね、で、皆さんご指導する学習者の中にもそういう学習者いると思うんですね。そういう場合は、もう語彙ごとにですね、この文字ですって覚えろと。うん、この読みは点々があるやつだ。この読みは点々がないやつだと。ね、もうそういうふうに覚えてもいいよということですね。もちろん最初は音声練習はさせるんですよ。させるんだけど、それでもなかなか覚えないものはこういう文字ですって覚えろというふうに指導するというのが一つ手だと思います。次にですね、3番、5番のように語彙由来の問題は、錯乱詞を漢字で書かせて、もうそこで、語彙を増やしていくっていうことですね。で、たまたま今回は赤いが正解だったけども、次の問題では黒いが正解だったり、あるいは青いが正解だったりすることも十分あるわけですから、そこで選択肢のこと、錯乱詞のですね、まあ、答えじゃない選択肢の、言葉もですね、もう漢字と合わせて、まあ、提示して覚えさせていくということだということが有効ということですね。とにかく N4 レベルというのは語彙が重要なので、まあ、隙あれば、とにかく語彙を導入していくといいますか、覚えさせていくということは大事になります。で、4のような問題は、レベルに合った音読みの語、訓読みの語を、まあ、いくつか出して語彙を増やしてあげるということですね。例えばさっき、毎日というのが出て、日になりましたが、じゃあ、日を使った言葉はこれこれこれがありますよ。日を使った言葉だったらこれこれこれがありますよ。ね、で、できればもし時間的に余裕があれば、例文と合わせて示してあげるということですね。次、市販教材などを使って一通り導入した後は、フラッシュカードとか、あるいはパワーポイントの教材を使って繰り返し練習をしてあげてください。これは私のパワーポイントで教材作成というセミナー動画の中にもですね、語彙の読みの練習の教材なんかもありますので、まあ、そういうのも参考にしていただくといいかなと思いますね。はい、次行きましょうか。表記の指導法行きましょう。表記では以下のような形式の問題が出題されるということで、荷物を車で運びます。これをこの字、この字、この字、この字という感じで、さあ、正しいのはどれでしょうということなんですね。で、出題のポイントですが、まずはこのレベルの学習者というのはですね、漢字をちゃんとですね、認識できているかどうか、図形認識というか、字形認識ですね、できているかどうかというのが大きなポイントになります。従いまして、字形のよく似た漢字、それから部首が共通の漢字の違い、ここが出題のポイントになります。例えば正解、運ぶに対して、まあ、この字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 、信用つながりでやるということですね。あるいは、類義語や同じ意味、品詞のカテゴリーに含まれる語との違いということで、実はこれ、色彩語ですね、実はこの表記の問題でも結構出てきたりするんですね。例えば赤いっていうのが正解であれば、桜しか青いとか黒いとか白いとか、そういうことですね。